船越勝良は日本の彫刻家である。岩手県森岡市出身。父、船越安武も彫刻家。姉は株式会社末森ブックス社長の末森千恵子。弟の船越直樹も彫刻家。小学3年生の頃には父と同じように彫刻家になることを漠然と意識していた。学生時代はラグビーの練習に明け暮れていたが、 美術予備校の夏記講習に参加したことで彫刻家になる意思を固めた。浪人して東京造形大学彫刻家に入学したが、大学3年時には高校生時代のラグビー熱が再燃し、大学でラグビー部を立ち上げている。その作品は多くの美術館に展示されているほか、国際的な現代美術展への出展も多い。また、 書籍の想定などに作品が使用されるなど、その作品は多くの人々の目に触れている。1989年より母校である東京造形大学において客員教授を務めている。父の船越安武1977年、東京芸術大学の大学院生の時、北海道北都市のトラピスト修道院から2メートル以上あるトラピストの聖母子の制作を依頼された。 その際、大学の長沢一郎からアドバイスを受けくすの木という素材に出会った。硬さがちょうどよく、掘る速度が自分に合っている。運命的な出会いと船越は語っている。木彫による半身像は1980年に制作した妻の肖像が最初である。目は材質に迷っていた時、父親のアトリエにあった大理石を使用したのが始まりである。 半球の大遺跡をコーティングして光らせ、竹の釘で止めた後接着剤で補強する。これは鎌倉時代の技法をアレンジしたものである。ありがとうございます。